皆さんおはようございます。おはようございます。成田ゴルフクラブにお邪魔しております、うん、今平修吾プロです。わー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。開いてます。ちょっと開いてラフなんでちょっと浮いてる分高く上げられます、うん、100点。おー、ナイスショー。全員のショットクオリティがすごく上がってる気がするんですけど。60点。いや、これ打ち直したらなんか100点に近づいたりするんですか？そんなこともない。近づくと思います。2回打てば、はい、痛いよね。やっぱなんか入るまで帰れませんみたいなやつやってほしい。今度企画だね。ちゃんと打った。170でいいと思う。私175打ったんですけど、薄かったね、本当に。もう一個ちょっと先で打とうから。ちゃんと打ちます。いや、私でもちゃんと打てる確率の方が低いからな。5番ウッドですね。おっ、これいい。ルッキンググッ。ちゃんと打ったよ。ゲラップ。ショート、それでもショート。やっぱちょっと登ってるっていうんだね。リンゴルチームちょいピンチ。ピンチです。あー、噛んだ。ピンチ。あ、乗った。乗りました。一応乗ったけど、これどっちの方がいいんだろう。下からとね。いや、微妙だな、あれは。ちょっと一回見に行ってみて。プロ、今のショット60点だそうです。腰が止まって、うん、手が返っちゃって左行っちゃいました。プロ的に言うと、はい、あれ 2ピンぐらいじゃないですか、はい、距離は、はい、それでも60点。ショット自体は、ね、ショット自体は、はい、結果はまあまあ、結果的にはまあまあですけど、うん、はい、今まで全部パーオンだもんね。だからパーオン率1です。そうですね。もうちょっとショートのプレッシャーやばくない？やばい。ちょっと長かったね、今ショート。180。175だから5番ウッドで打ったんだよね、うん、私も5番ウッドで打ったね。けどなんだろうね。でもここ風吹いてるもんね。吹いてないもん。ほとんど吹いてない。ちょっと、まあ、ここは空いてたからかな。うん。私たちはちょっと下に落ちてるから、はい、どうかな。パターじゃ入んなそうだもん。まだなんかアプローチの方が入なんか、はい、青木アプローチチューンの出番です。これでもマジ集中しないと入んないな。パターの方がいいって絶対スライ、あの1人打ったら強さも分かるし、もう俺たちはもうパー狙うしかないんだから。そうね。どう、ゆいちゃん的にどう？どう、一番上手いのゆいちゃんだから。いやー、これでも得意クラブがあるじゃん、うん、私はもうパターより完全にアプローチの方が得意だから、うん、ここただね、これ上げないとダメだけど、あっち転がしでいける、うん、あっちでパターも打ちたいんだったらあっちの方がいい。そうだね、みんなでね、アプローチとパターで打つんだったら、うん、いやラインも分かるし強さも分かるし、こっちの方がいいと思うよ、うん、ざっくりとかないからじゃあピックしてますよ。もう決定したんだ。パターでも距離が合わない可能性あるからね、ゆいちゃん。ちなみにプロだったらどっちが。いや、今聞いてるんですよ。あ、聞いてんだ。いや、でもアプローチの方が上りになるんで、うん、
寄せやすいとは思うんですけど、アマチュアの方だったらこっちの方が大ミスはないですよ、うん、大ミスっていうかここはもう2パット、なんとか2パットっていうことで、そうですね、なんとかだったら全然なんとかだったらね。じゃあとりあえずなんとか寄せてもらってパターで、その後ゆいちゃんが狙いに行くんだ。2メートルぐらいでした。2メートルスライス、はい、はい、じゃあ行きます。あーもっと曲がんの、結構切れるね。わーすっごい切れるよ。2メートルじゃないよ、もっとだよ。全然難しいじゃんこっちのラインの方が。そうなんかもうこれ2メートルとこじゃなくて左から行くけど、突っ込みすぎるとこの辺だよライン最後、うん、全然あっちの方が良かったかもしれない。これよ、まあ、ほらもう全部こういっちゃう。チームプレーが崩壊し始める。弱い。それでも竹内さんに近いし、ほら、あ、やっばこれ。こののがガチャもん。いや、このアップル超難しいです。でしょ、薄いっすよね、下が。向こうのがガチャもん。正面だからね、向こう。そんなオーバーしないし。下でもいいぐらいだった。下でもいいぐらいですね。結構難しいよね。やばい、アリが登ってきちゃった。いい感じ。いいよ。これいい。いい感じ、うまい、これ、うまくないですか。曲がれ、曲がれ、曲がれ、曲がってよ。曲がんなかったね。なんかまあまあね、まあね、まあね、痛かった。おこっちを打ってもらっちゃったプロ。下からの方がいいですね。下からの方がいいね、やっぱ。そうしますか。フックに見えます。そこだとフックに見えますよね。フックに見えます。うん、じゃあエッジでいきます、はい。お願いします。上り。あ、全然帽子出してるじゃない、もう。あ、またショートだし、僕しかも。曲がらないな、あんまり。じゃあ、まっすぐ強めで。ま、はい、っすぐ強め。はい。ショートしない。ショートしないって言ってんのに。みんな同じことやってる。いや、すごい登ってるのよ。あれ、どこを狙ってたんだっけ。いや、まっすぐでいい。でもほぼまっすぐだね。ま、うん、っすぐね、はい。来た。イエーイ。もうなんとかでも純ちゃんのパットで素晴らしかったです、まだワンダウンで頑張ってます。私が1ミリも活躍できてないので、もうちょっと頑張ります。いやいやいや、そんなことないよ。あそこまで強くてもすごいパター私だったらひよっちゃう。パンチショットです。もうめっちゃも強気で打ててたしね。よかったよ。ハザードはある。左あの OB は奥の方にありますけど、あと右の林のような赤身なんですけど、あとは何もないです。100点。はい、当てた。アゲンストにちょっと負けない、ちょっと低めに、低めですよ、はい、ナイス。ティーショットいいよね今日ね。そうです、完璧です。よいしょ。ナイスです。
飛んだ。じゃあなんかこの間より抑えてる。今日ねちょっとダメな日だね。今日ダメな日。ダメな日だね。もう全部芯外れてるドライバー。ああそうなんだね。全部ね飛んでないよね。下の方になってる。あだからさっきティーがついたのさ。そうなんだけど、うん、これいつもより突っ込んでるからヘッド上から入ってきて。ああもっと下から下まで。なるほどね。でもなんかすごいいい経験をさせていただいております。これもね視聴者さんがね。ビンゴルフを見続けてくださってるおかげでございます。ありがとうございます。本当に本当によ。本当にね。本当によ。あんまり辛辣なコメントとかやめていただきたい。大丈夫でしょう。皆さんチャンネル外さないでくださいね。なるね。177。177も残ってんの？プラスちょっと179プラス上げです。やばいな私届かないわ。5番ユーティリティでお願いします。私スプーンください。3番約180ヤード、5番ユーティリティでセクシードローでいきます。セクシードロー。あーちょっと引っ掛けた。大丈夫大丈夫。アンセクシーフックになっちゃった。アンセクシーセクシーフェード、セクシードロー右を消してセクシードローですか。あ、ダフったダフったでもダフったけど行ってる。あ、行った行った。ゴーゴー。あ、でもいいとこいいとこ。まあ、パーはパーは取れればなんとか勝負。3番ウッド持ってきてなくてゆうちゃんに借りる。私はなんとなく行きます。なんとなく。お、これ結構いい感じよ。距離があれば。ゴー。ああショートだ。ちょっと重たいって打ち切れないのかな。そうね。ヘッドちょっと重い。プロは乗るもんな。女性乗る。押し切れなかった。おねだりが出そうやな。今ワンダウンですね。まだワンダウン。頑張ってる。頑張って、まだ耐えてる。55ぐらい。番手は8番です。8番。8番。もともと結構短めに持ちます、ね、結構キワキワまでいってますね。今プロ何点？100点。え100点100点、はい、100点だって100点と100点まだまだあるまだ大丈夫まだ大丈夫まだ大丈夫。あれ 100% 入るって分かんないもんね。そうチップインがあるかもしれない。そうチップインだ。お、なんか緊張感なくなってきた。ちょっと頑張らないとですよ。そうね。まあ、あれは 60% か 70% ぐらいあるから。アイアンスキル。もう、うまいっていう感じじゃないんだよな。もうなんかそうだよね。神的な何かな。わかる。もう神で、うまいとかじゃなくて。よし、頑張ってパーを取ろう。プライスなの？スライスだ。すいませんでした。スライス。上り。はい。上り。はい。スライス。ゴー。いいね。ゴー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 。
ナイス。よし、じゃあ入れるぞ。はい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 。ナイスバーディー。ナイスバーディーです。これ3アンダー、5アンダー。5アンダー。ナイスです。5アンダー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 だよ。やばい。後半はだから、だって平均からやらせて。平均3アンダーの。もう、8ホール終わって5アンダー。今300点です。え ?100、100、100で300点。おぉ。いやー、素晴らしいショットだった。ありがとうございます。え、だって、プロ、8ホールで4バーディーですよ。はい。ねえ、プロとしてはなんか調子よくないですか？いい方でしたと思います。そうですよね、はい、ちょっと気持ちが緩んでるのか、血が固まっちゃってなの寄せたいという、寄せたい、入れたいという、うん、つまり最後はちょっとうちらだってでも結構頑張ってると思うんだけど、なんかプロのショットとか良すぎてなんかすごい下手に感じない？多分すごいいいショット出てると思うんだけどね。分かんなくなる。なんかがっかりだよね。がっかりだよね。自分にね。自分にがっかり。自分にがっかり。皆さんご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。